Video Diary June the 6th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan ビデオ日誌2018年6月6日林博史です。おはようございます。今日は久しぶりにおはようございますと挨拶することができました。で、今日は器について話してみたいと思います。日本ではキャパシティという言葉を使いますね。私はそんなキャパはないとかね、彼にはそんなキャパはないとかね、そういうあるとか、まあ、そういう言い方をするわけですけども、要するに器ということになるわけです。で、私はですね、率直に言います、結構と言いますか、若い頃からはったり型の人間だったんです。でした。今もそうかもしれません。要するに背伸び型の人間ということですね。自分の能力力というものをですね、もう目いっぱい精いっぱいこう背伸びしながら自分の立場を作ってきたといいますかね、自分の輪郭を明確にしてきたというようなところがあるわけです。まあ、そういう意味でははったり型の人間でした。まあ、要するに負けず嫌いといいますかね、勝ち気といいますか、そういったところが、まあ、そういう私にしたんだろうと思います。で、やはりこう1970年のあの留学時代に話を戻しますけども、私が投留したカレッジは100人がオーストラリア人、残りの100人が各国からの留学生でした。まあ、その留学生というのがですね、国費、例えばコロンボ計画などで来ていた学生は別として、それ以外の学生は蝶の上に蝶がつく、その国ではですね、リッチな金持ち王子皇太子、まあ、そういった人たちの子弟が来ていたわけです。で、私は留学生といってもですね、日豪経済委員会の第2回の完備留学生、まあ、全額給費していただいたわけですけども、要するに奨学金で行ったわけです。ですから私個人という人間をですね、殻を剥くと言いますか、皮を剥くとですね、全くの貧乏学生であったわけです。そういう私がですね、そういう他のですね学生たちと、まあ、やり合って学生生活を送ったわけですけども、もともと勝ち目など、まあ、勝ち目などってまさか勝とうなんてことは思いませんでしたけどもね、相手にならないわけですよ、相手側から見ればね。まあ、それは分かってるんですよ。がしかし一つだけ私が友達に誇れることがあったとすればですね、もうその時、まあ、実名を出しますけども、三井物産という、まあ、当時はですね、まあ、就職先としてはナンバーワン、ナンバーツーの難関企業であったわけですけども、そこへまあ就職が内定してましたので、それを誇るしかなかったんですよね。ですから私はことあるごとに、僕はね、日本へ帰ったら日本でナンバーワンの会社三井物産に入るんだよ、三井アンドカンパニーに入るんだよ、なんてね自慢していたわけです。もうそれしかないわけですからね。ある時こんなことがありましたね。仲間たちが集まって話をしているときにね、それぞれが自分の家族の自慢を始めたんですよ。そしたら一人の学生がね、マレーシアから来ていたんですけども、マレーシアの学生がですね、ポンとマレーシアのお札を出してですね、こう言ったんですね。マレーシアのお札にはすべて僕の親父のサインがあるんだよって。で、みんながへいってな顔してね、そのマレーシアの留学生の出した札を見ながらね、これは君のお父さんかってな感じで、うんうん、そうだっての話にが弾んでいたわけです。そんな時誰かがね、私にこう聞いたんですよ。君の親父は何やってるかって言うんですよね。で、私は
自転車をやってるって言ったんですよ。そしたら誰かがね、日本で一番大きい自転車屋かって言うんですよ。いやいや、一軒だけの自転車屋だって言ったんですよ。そしたらビルは何階建てだって言うんですよね。でビルじゃない、木造の2階建てだって言いました。そしたらまた別の誰かがね、君の親父は車を何台持ってるかって聞くんですね。で私はこう答えました。僕の父は車なんか持ってない。当時日本人でですね、車を持ってる人っていうのはまだ少なかったですからね、まあ今とは全然比較にならない時代であったわけです。1970年ですからね。そしたら皆がポカーンとしていたのを、まあそれでね、話が止まってしまったのを覚えています。なんでお前みたいなやつがいるんだっていうような雰囲気だったんですね。まあそれはともかくも、そんな中でも私はですね、日本へ帰ったら三井&カンパニーに入るんだ、三井&カンパニーに入るんだって威張っていたんですよ。でそれからしばらくして、やはりオーストラリア人の友人の中でもそういう話をしていたんですけども、まあ、かなり親しくなったね、 K 君というオーストラリアの学生がですね、ある日私にこう言いました。私がね、日本へ帰ったら三井&カンパニーに入るんだってことを言いましたら、その K 君が私にこう言ったんですよ。ヒロシ、もうそんなこと言うのよせって、ヒロシ、もうそんなこと言うのよせって言ったんですね。で私驚いて、どうしてって聞きましたら、その K 君がね、私にこう言いました。君は知らないかもしれないけれども、日本のビジネスマン、商社マンはこのオーストラリアでは軽蔑されてるんだよって。 Despise っていう言葉をはっきり使いましたね。軽蔑されてるんだよって。で私驚いていろいろ聞いたんですけども、結局ね、マニーマニーマニー、金金金、マニーマニーマニーのビジネスマンは軽蔑されてるって言うんですよね。でその人の、その学生のお父さんがですね、日本の商社マンを自宅へ食事に呼んだんだそうですよ。そうしましたら、その自宅に入るや否やね、その部屋の中にある日本製を目ざとく見つけて、 That is Japanese, That is Japanese, あれは日本製だ、あれは日本製だ、 This is Japanese, This is Japanese って言い出したって言うんですよね。でそれが大変不愉快だったって言うんですよ。で食事を始めたんですけども、その途端カバンの中からいろんな製品を出してですね、これ買わないか、あれ買わないか、これ買わないか、あれ買わないかって言うんですよね。でその友人のお父さんがですね、そんなものいらないって言うと、じゃあ別のものを出してですね、これ買わないか、あれ買わないかって迫ったと言うんですよ。もうそれでもうその友人の父親ですね、もうすっかり嫌気をさしてしまってですね、まあ、要するにその友人の父親にすればですね、自分を利用して金儲けをしようとしていると、その気持ちが不愉快だったっていうんですけどもね、まあ、そういうことをしたわけですよね。当時の日本の商社マンっていうのは、まあ私も知ってますけども、皆それをしてましたね。日本も必死だったんですよ、まあ、いいか悪いかは別にしてね。しかしそれがオーストラリア人には受け入れられなかったんですよね。でそういうことを彼は説明してくれましてね、君は知らないかもしれないけれども、日本の商社マンは軽蔑されてるんだよ、だからそういうことは言わない方がいいんだよってことを言ったんですけども、まあそれは私にとってはもう自分の価値観を否定されると言いますかね、天と地をひっくり返されるほどの衝撃を与えたことは事実です。私たち大学生はですね、4年生になると何も考えず大企業大企業へと就職を求めたわけです。就職先をね、求めたわけです。そんな中で、まあ、迷わず私はナンバーワンの三井物産を狙ったわけですね。そしてぶつかっていって、まあ就職内定をもらった後、留学先が決まったもんですから、留学試験に合格したもんですから、1年間
待ってもらうという形でオーストラリアに来ていたわけです。決して逆じゃないですよ。先に三井物産の就職が内定していました。その後東京商工会議所で留学生の試験を受けて合格しました。まあ、そういういきさつもあったんですけども、私にとってはそれが最善だったんですね。当時の日本は高度経済成長期の真っただ中にありましたからね。はい。で、まあそういう道を選ぶのが私としては最善、最高の道であるというふうに何も迷わずに就職先を決めました。あ、それがですね、オーストラリア行きましたら天と地をがですね、ひっくり返るような衝撃を受けたわけです。まあ、その時も私はやはりその先の冒頭の話に戻りますけども、そういう形で目いっぱい自分をですね大きく見せて、まあ、半分はったりですけどもね、はったりを聞かせて、まあ、自分の輪郭をしっかりと作り上げていたということです。まあ、それは今のね、あの話とは直接って言いますか関係ないかもしれませんけども、僕はとにかく日本へ帰ったら三井物産に入るんだ、三井アンドカンパニーに入るんだということを自慢していたことは事実です。そしてそれがひっくり返されたことも事実なんですよね。で、そういう私ですけども、今皆さんにこういう動画を作ってですね発表しています。で、時々まあ、ワイフも時々そう言うから困っているんですけども、あなたは選ばれたのよということを言うわけです。またそのようにコメントを書いてきてくださる方もいらっしゃいます。しかし当の本人の私はですね、はったり型の人間であるにもかかわらず、この問題だけは引っ込めざるを得ないわけです。相手は相手が相手ですからね。つまり私という人間を自分で自己評価してみた場合、自分でそれがよく分かってるんですよ。とてもそんな人間ではない、そんな器ではない、そんなキャパシティのある人間ではないということをよく知っているわけです。能力的にも性格的にも精神的にも情緒的にもとんでもないことなんですよね。ですからそれが今私にとっては大きな問題って言いますかね、どうしても一歩踏み越えられない問題へとつながっているわけです。つまりそんな大それた仕事などできるはずがないっていうことなんですよね。今日も今朝たまたまですけども、コメントにあなたのしていることはノーベル賞級の発見だなんてね書いてきてくださる方がいらっしゃいますけども、率直に言います、もう恐れ多くて恐ろしくて怖くてとてもそんなはいというような返事はできないわけです。そんな器じゃないんです。その一歩手前で尻込みしてますから、それを乗り越えてね神に即帰依するってこともこれまたできないわけです。それは本当にできないんですよね。ですからもともとはったり型の人間であった私がこの問題だけは逆にこう尻込みしてしまうわけですよね。それが今私にとっては大きな問題であるということです。つまり確かにいろいろなコンタクトを受けていますが、しかしその一方で強く強く強く思うことは、上の人たちは私の何を一体見てるのかな、本当の私を知ったらとてもそんなことはできないのにな、本当の私を知ったらがっかりするだろうな、幻滅するだろうな、失望するだろうな、なんだこんな人間を選んだのかって、まあ後悔するだろうなというふうに今の今も強く強く強く、これは決してかっこつけたり自分を
必要以上に卑下したり貶めたりしていっているのではありません。これは逆に今度はね、ワイフにそういうふうに言うことがしばしばあります。例えばこれも事実ですけども、この謎解きを始めて 1,2 年目のことなんですけども、ワイフはよく私にこんなふうに言うようになりました。あなたね、そんなことばかりしてるといつかやがて本当にエイリアンがあなたのところへ来るわよ、いいのってことを時々言うようになったんですね。でその時私はですね、バーカメと、そんなこと絶対にあるわけがない、そういう人たちが来るのはもっともっといわゆるね、社会的にも身分的にも財政的にも財産的にもですね、要するにトップクラスの人たちであって、僕のところなんか来ないよなんてね、本気でそう思ってましたから。それは本気ということは疑うというレベルでもなくて、まあ、そういう可能性がほんのね 0.00001% でもあれば、ふっとその別の言い方をしたんですけども、その 0.00001% もない状態でないですよ、本当にそんなことはあるわけねえだろうってことをいつも口癖のように言っていました。それは事実です。無神論者でしたからね。プラスまあそういうことだったんですよ。その私が今こういう状態になってしまったんですよね。がしかしその自分っていうのは今も強く強く強く残っているわけです。でそれが一歩足を前に踏み出せない自分となって今ここにいるわけですよね。そんなバカなってありえないだろう、なんでと同時に、こんな私を知ったらがっかりするだろうな、失望するだろうな、本当の僕を知らないからそういうことしてくるんだよ。相手が相手ですからね。相手がオーストラリアの留学生であるとか人であるとか、どっかの国の留学生であれば、はったり聞かせてね、偉そうなこと言って自分を大きく見せて大見え切ってですね、そしてどうだいってことをやるわけですけども、もともと私はそういう人間だったってことはよく知ってるんですよ。そういうこともよく知ってるんですけども、相手が相手だとそんなことは通用しないんですよ。もう絶対通用しない。それでも今こういう状態になっている、それが私にとっては怖いわけですよね。正直言って怖いです。いつ見抜かれるかもしれない、いつ本当の私を知って飽きられるかもしれない、失望して上の人が遠ざかっていくかもしれない、それだけならまだしも、よくも騙したなと言って罰を受けるかもしれない、天罰が、それこそ本当に天罰ですよ、天罰が下るかもしれないという状況の中でビク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 してるっていう自分がいるわけですよ。今でもいますよ。今でもいるということは、今もこの瞬間においてもビク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 してるんですよね。もちろん嘘はついたことはありませんけれどもね、上の人に対して、まあ、しかし怖いんですよね。怖いです。でそれが私をして一歩踏み出せない状況を作り上げているんじゃないのかなというふうに私は考えています。で今日は器という話をさせていただきました。皆さんの中には私に多大な期待を寄せ、まあね、そういう感じで見てくださっている方も多いと思いますけども、私は率直に言います、そんな器ではありません、断言します。これは本当にそう思ってます。そんなキャパシティのある人間ではありません。ですから必要以上に逆にね、過大な期待などを抱いていただきますと、やっぱり怖いんです。ノーベル賞をもらってもおかしくないんだなんてね、言われてしまうと、もうその人に対して怖くて怖くてどうしようもないですね。まあ今日は率直に私の気持ちを話させていただきました。まあ以上が今日皆さんにお伝えしたかった器、つまりキャパシティの問題ということになります。で一言付け足していただきます。で私は日本へ帰って三井物産という会社に入ったんですけども、どうにもこうにも肌に合わないんですよね。もう価値観が180度ひっくり返ってましたから。でその後私はしばらくいろんな変遷を経て幼稚園の講師になりました。もうそれについてね、
周りの人たち、そして私の親までもがですね、あんたは道を誤ったと言って出間口の向こうで泣き崩れてしまいました。友人たちも当時と言いますかね、高校の担任だった先生も同窓会に出ると私は揶揄されました。おめえだけはわけのわからない仕事をしてるな、はははははって。みんなが寄ってたかって私の選択を間違ってる、おかしい、狂った、馬鹿げてるってのことを言いましたけども、ただし先ほど言いました K 君だけは私を支えてくれました。私がそういったことをですね、手紙で K 君に伝えると、 K 君はすかさず私にこう書いてきてくれました。ヒロシ、素晴らしいチョイス、選択だ。私がですね、幼稚園の講師になったことを素晴らしい選択だ、よかったよかった、素晴らしい選択だって書いてきてくれました。つまりそのオーストラリア人のね、K 君だけが私を支えてくれました。その支えがなかったら私はその後また別の道を歩いていたと思います。ということで今日のビデオダイアリー、これで終わります。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。もう一言結論、私はその器ではありません。 Bye for now.